こんにちは。美しい港町ヨスの観光キャラクターであるスグンです。僕はビビョンです。ヨス市ハジョンミョン佐藤は7つの島からなっています。その中の一つであるシル島には亀の形をしている亀岩がありますが、イスンシン将軍がここ佐藤で古福村、日本語では亀甲船を作る計画を立てたという伝説が伝わっています。文禄慶長の役が起きる直前、旧暦の2月のある日、イースンシン将軍は佐藤を巡察します。佐藤には奇妙な形をしている岩が多いですが、その中の一つ岩に腰掛けて日本軍に勝つ方法に悩んでいました。日本軍が使う新式の銃を防ぐ盾もなく、船の数も足りない。何かいい方法はないだろうか。その時、目の前に不思議なことが起こりました。海が左右に分かれて、真ん中に一本の道ができたのであります。おや、海が割れている。こんな奇怪なことがあろうとは。不思議なことはそれだけではありませんでした。割れた海の間にできた道に、竜でも亀でもない怪物が現れて、しきりに口から火を吐き出していました。あれは亀の形をした怪物ではないか。12匹の怪物の亀は列をなしており、一帯は怪物の亀が吐き出した煙に囲まれてよく見えませんでしたが、威厳のあるその姿だけはすごく生々しかったのです。うわぁ、将軍、将軍、見えるか、海、海が割れている。将軍、お気を確かに。毎年2月になると佐藤周辺の海はいつもあのように割れるのです。佐藤の海は相変わらず割れていましたが、12匹の怪物の亀の姿は見えませんでした。しかし怪物亀は皆どこに行ってしまったんだろうか。怪物亀ですか。将軍、おそらく夢でもご覧になったのではないでしょうか。本部に戻る間、ずっと佐藤で見た12匹の怪物亀のことがイースンシン将軍の頭から離れませんでした。これは天からの啓示に違いない。しかしその12匹の怪物亀が私の方に向かって突進してきた理由は何だったんだろう。本部に戻ったイースンシン将軍は佐藤で見た怪物亀の姿を思い出しながら亀甲船の下絵を描き始めます。そう、これだ、まさにこれだ。イースンシン将軍は朝鮮の水軍の主力戦艦である板谷船と亀甲船など軍船をヨスのチュンワンドン、グンネリ、シンジョンドンなどの船所で作らせます。日本軍が攻めてくる前に急いで作るのだ。佐藤で見た怪物亀のように船の中で硫黄と炎症を燃やして、口からまるで霧のような煙を吹き出す亀甲船は文禄慶長の役が起こる前日に完成できます。亀甲船は製作された船所の名称をとって、ボンミョン亀甲船、バンダブ亀甲船、スンチョン亀甲船などと呼ばれました。不敗神話を誇るイスンシン将軍の亀甲船はここヨスで製作されました。将軍がうっかり腰掛けて居眠りしてしまったその岩は現在の将軍岩で、それ以来将軍岩からすぐ見えるところに亀岩ができたそうです。小正月、2月の四分去り、7月の裏盆など、毎年5回にわたって2、3日間起きる佐藤の海割れ現象は壮観なパノラマを演出します。今は1年の中で潮が最大に引くこの時期になると、村人は海に出て手長ダコ狩り、ナマコ狩り、湯虫狩りなどを楽しみます。